The City Information. こちら三田市消防本部お届けしていきましょうこの1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきますそして皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさっていただきたいです 今日は三田市消防本部予防課から室谷さんそして総務課から前園さんにお越しいただいてますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますでは最初に予防課の室谷さんから、えー、今月この一ヶ月の動きちょっとご紹介いただけますか、はい、件数などご紹介ください火災はいかがでしたでしょうかはい火災につきましては、えーとはい、今年に入りまして現在十七件発生しております、はいはい、その中で五月には五、えー、件の 火災が発生しておりまして、えー、でその中でも、えー、と建物が燃えてしまう建物火災というやつが2件発生してまだやっぱり乾燥してますからねそうですね、えー、であの幸いあの大きな火災には至ってないんですけどもまた注意していただきたいと思います。はい、今日も乾燥注意報が、ね、出てましたので、はい じゃあ続いて救急でですが何件でしょうか、はい、救急の方ですけども、えー、と今年に入りまして現在1629件ということですおおむね1日10件前後のペースであの推移しているかなというところで、はい、これはまあ割といつものそうですねあんまり、えー、あの去年と比較しても遜色ないといいますか変わりなく推移している状況です、えーはい、これからでもちょっとここのところ急に暑くなっていますので。はい 注意していただきたいですね、えー。そうですね。<laughs> そして救助はいかがでしょうか。はい、救助の件数は四十二件となってます。はいえー、これは五月に入りまして九件出動しています。はい、でその中でもえっ、ー、と建物の中で倒れられてるとか<ー>閉じ込められてるというような建物事故という、はい、あの事案が四件発生しているような状況です。はいはい、これはあのいつもご紹介いただいてますが例えばお一人暮らしの方がそうですね。ちょっとあの しんどくなって。 で連絡いただいても開けられないので、はい、ということの救助のちょっと全国的にも多くなってるあの種別の出動になってるんですけども、はい、ちなみにそういう時の救助はどこからって、まあ、おひお家によってそれぞれ違うと思いますけどもそうですねもちろん合鍵をお持ちの方を見つけたりとか,か、ねね、っていう形で入れることもあるんですけども、はい、最悪の場合あと、えー、窓ガラスを割ったりとかっていうこともありますんで。えーはい人命 救助がまずは優先順位で一番ですので、はい、ということですね。はい、わかりました。はい、そしてその他というのもこれはどういうものになるんですかね。そうですね。あの今申し上げました火災救急救助に分類されないような、はい、あの出動になるんですけども、えっ、ー、と例えばあの救急でも今でしたらえー、といっと一杯の人の、はい、あの人手が必要だなとかいう時とか、はい、でえっ、ー、と。 警報器が鳴ってますとか、火災ではないんです<ー>。というような、はい、あの出動が結構ありましてあ、ありますね。はい、そういう時ね。あ、なるほどね。確かにこの三つには入らないですね。はい。はい。そのような出動で今年に入りまして現在127件出動しているような状況です。そうなんですね。はい。わかりました。ありがとうございます。えー、今のを踏まえまして。 ちょっとご紹介ください一言注意点なのかそうですねあのこれから今日もですけどもあの気温が高くなって、えー、と今度は熱中症の発生ですとかそ,です、ね、でその後は台風がやってくるあのいよいよ台風システム近づいてきますので、はい、十分な体調の管理と、えー、また備えの方をして,していただきたいなと思いますはいわかりましたありがとうございますまずはこの一ヶ月の火災救急救助などの件数をご紹介いただきました さて今日はどんな話題をご紹介いただけますか。はい、本日は6月から始まります危険物安全週間というのがありまして、はい、そちらのえっとご案内に参りましたあ。ありがとうございます。6月のいつ頃からでしょうか。はい、6月の2日日曜日から、はい。 6月の8日土曜日までの1週間、はい、危険物の安全に関するいろいろな取り組みを行います。はい、6月にされるという意味はあるんですか？そうですね。あの少し古い話にはなるんですけども、ええ、昭和の30年代に。はい。 気温が高くなるとあのセルロイド類の危険物というのが自然に発火してしまうというような事案がよくあったようです。<ー>でそれを少しでもまあ防ぐために夏を目前にこの時期ですかね、はい、6月の20日を、えー、と危険物安全の日としてあの東京都が制定したのが始まりとなります。はいでまあ、それが広が広りまして 国の方が平成2年に危険物安全週間というのを定めまして、うん、一斉に啓発活動を行いましょうというようなことになっております。 そうなんですね。はい、注意が必要ということなんですね。あのところで危険物というのがまあ私たちの身近にどんなものがありますでしょうか。そうですね。あまり馴染みがないように思われるんですけども、実はあの身近にはあのたくさんのあの危険物と言われるものが、はい、あ,のあります。はい、で、例えば車のガソリンはもう代表的な危険物となりますね。は,すねはい。今あのセルフの給油所が増えてますんで、ね、ご自分であの入れられたことがある方も多いかなと思います。はい これはね本当誰でも気軽に入れることができるようになりましたしあの入れてる時にほわほわとなんかあの空気が動いてるのを、ねはい、んとなく気にはなりながら言いましたけどかかななり危ないんででしょうかそうそすね実はガソリンっていうのは、えー、とインカテンがマイナスの40度という非常に あの低いあの性質を持っててましてそんな低い時にもう火がつくとそそうですねでその火がつく原因となるのがあの静電気とかっていうのがありまして簡単にあの発火する可能性がありますでガソリンは一旦火がつくともう爆発的に燃え上がる性質を持ってますので注意していただきたいと思います。 あでそうですねとにかくあの小さな、ね、静電気とかでついてしまいますので、えー、給油所ではあの必ずエンジンを切ってから給油していただくようにお願いします。はい、あのついついね急いでいらっしゃる方あのタッチしないでそしてエンジンも切らないでてとてったらとても危険なことだとそうです、ね、いうことになるんですね。 それを触れてからすることで静電気が逃げますんで、んはい、必ず触れてからやっていただくようにお願いします。はい、あと、えっとポリタンクに入れることもあ,あの、はい、禁止されているんですけれども、ね、はいこちらもねタンクの中にあのえっと静電気が 溜まってしまうというようなあの性質がありますので、はい、専用の蛍光管を使用していただくようにお願いします。<あ>専用のやつは金属でできてますんで静電気がたまらないようになってます。そうなんですか？私はなんか化学反応を起こすのかなと思ったらそうではなくて。 静電気が逃げていく、ね、大きな要因になります。ということは怖いですね。はい、はい。そしてセルフスタンドでガソリンを軽貨車に小分けすることはできるんでしょうか。あ、よくね、あの特にこの時期はあの農業で使われるとかで<ー>セルフのスタンドでガソリンを軽貨車に小分けできないかという問い合わせあるんですけども。うんはい えっと顧客の方自らがガソリンを容器に詰め替えるという行為は危険ですので、えー、禁止されています。はい、で、あのフルサービスと言われるあの店員さんがいらっしゃる。えー あのガソリンスタンドの方で従業員の方に入れてもらうようにしてください。あ分けていただけるけれども、セルフではなくて従業員の方が。されるそうです、ね、ご自分ではちょっとできない、はい、というと。じゃあ、あのセルフスタンドでも必ずね、従業員さんいらっしゃると思いますので。はい、その方にお声かけるのは大丈夫ですね。で、その方が入れてくださると。はい、ありがとうございます。の、この小分けしている蛍光管のことを今ちょっと思い出しましたら。数年前の福知山の。 そうですねね大変な夏祭りありあました直射日光とかでこの缶が温められてしまいますと中のガソリンがどんどん揮発というか気化してしまいますので,、はい、で缶がパンパンになっているところに蓋を開けるということでガソリンが一気に溢れ出て近くの火種に着火して大惨事になったというのがあの福知山での事故なんですけども。 このようにあのガソリンは使い方間違えるとかなり危険ですので注意必要ですね、はい、あのバーベキューなんかでも、ね、こういうことをちょっと考えていらしたら危ないので、はい、皆さん十分ご注意いただきたいと思いますが、はい、ガソリン以外どのようなものがありますすか危険物そうですねあの身の回りで言いますと冬場に使われる灯油とかも危険物にあたりますしあとは油性の塗料なんかも。 そうですねちょっと発展した話になりますとこの時期またバーベキューとかよくされるかと思うんですけどゼリー状の着火剤も主な成分がアルコールになってましてアルコールはままた危険物となりすアルルコーの火はね炎が見えにくいので火がついてるとこに実際はついてるけども継ぎ足して。 あの燃,えて燃え上がったっていうような事案もありますので、はい、大やけどにつながることありますので使い方に十分注意していただきたいと思います。はい、今のようにお伺いしますとガソリン、それから灯油油性の塗料それから楽しい時に使うバーベキューでのゼリー状の着火剤、はいはい、身近なところに結構ありますね。 はい、十分注意したいいと思いますそしてこの、えっと、危険物安全週間のこの週間中の取り組みも教えていただけますか週間、はいえっと、中の取り組みとしましては、はいえっと、危険物を取り扱っている事業所への立ち入り検査ですとか、はい、で啓発用のポスターの配布、はい、あとは縦看板ですとか、はい、横断幕などであの予防の啓発をしていきます。はい、でさらにになんですけども、ええ、この週間先立ちまして 5月の31日にテクノパークの工場にこう協力していただきまして、危険物火災対応のあの消防訓練をあの実施します。そうですか。これはどちらでされますか。えっとテクノパークにあります日立物流関西第二メディカル物流センターで行います。ここはどんな規模なんでしょうか。日立物流の関西第二メディカル物流センターの方、従業員の方約50名の方と。 あとは、我々三田市消防本部消防署消防署西分署から消防隊を4体でさらに三田市消防団の協力で1体でえと隣接してます神戸市消防局の北新文署の方からも1台の消防車来ていただいて計6台の消防車を出動させて訓練を実施します。 はい、この訓練の中で、えー、事業所の従業員の方による初動訓練、えー、ポンプ隊ですとかはしご隊、えー、消防団車両による放水訓練などを実施しまして事業所の防災意識の向上と有事の際の対応能力のを強化します。でこのの訓練をを通しましまて各事業所ですととか消防団との連携を さらに強いものにしていきたいなと考えています。はい、ありがとうございます。実施されるのが5月31日ということで、この時にはじゃあ6台の消防車が、ねはい、あのサイレンも鳴らしての、その場ではちょっと鳴らすことになりますんで、でね、周辺の方々ちょっと、はい、あの本物の火災と間違われないようにいいと,いというテクノパークということです。はい はい、あえっ、ー、と三田市においても、えー、危険物を取り扱う、えー、いわゆる危険物施設といわれるやつはたくさんあります。はい、で過去には姫路市とか福知山市であの起きた大きな危険物火災があの三田市で起きないことは言い切れませんので。 えそういったことがね、まあ、起きないように起きないことが一番なんですけども万が一火災が起きた時はあの消防や警察事業所などあのそれぞれの機関が連携しして被害を最小限にななければなりません、はい、えそのためにも危険物を扱う施設の皆さんだけでなくて、えー、と市民の皆様があの消防に興味を持ってくださることで、えー、防災について考えるきっかけになればと思っております。はい 災害のないサンダを目指してまたあの我々も頑張っていきますのでご協力お願いしたいと思います。ありがとうございました、えー。ここまでは予防課の室谷さんにお話を伺ってまいりました。ではここからは総務課の前園さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。今日はどんな話題でしょうか。はい、えー。今日はですね。えっ、ー、と例は。令和 初ということで、<っ>トライアルウィーク、<あ>また、あの、中学生対象のトライアルウィークのシーズンになってきましたので。ねでね、はい、また、そのご案内に参りました、はい。ありがとうございます。人気がありますよね。そうですね。消防は,ねはい。一回目はいつされますか。はい。一、えー、回目はですね、え,<っ>えと、五月の二十七日から三十一日までとなっております。はい。はいそして で、二回目がですね、ええ、六月の三日、まあ、翌週ですね、から七日まで。はい、まあ、二週間にわたって、あの、トライアルウィークを実施します。はい。たくさんの方々、中学生、来られるんじゃないですか。そうですね、えっと、三田市内の五つの中学校から、計十二名の、まあ、あの、今回女性がいなくてですね。すべて男性になるんですけども、はい、ええ、十二名の方が三田消防。 に来てくださりますす、はい、そうですか例年女子が数名いらっしゃるんですよね。そうですね私もこのトライアルウィークは、えーとまあ、担当を持たせてもらって3年目になるんですけども今まで過去2年は1名ずつはやったんですけども今回はたまたまゼロだったというところで来られた女子の方々も特にあのちょっとこう大変だったとかっていうことはなく。 そうですね、えー、まあ基本的に消防署を体験されるというところもそうですし、えー、まあ実際に今日夜こう活動していただいている女性隊員もそうですけども男性社会に飛び込んでいる状況ですのでかなり気持ちは入っておりますので男性ともう女性関係なく <laughs> 性別関係なく、はいはい、頑張ってくれております。どんなこととをされるのかちょっと 順を追ってご紹介いただけますか。はい、そうですね、えっ、ー、と、まあ例年カリキュラムはですね、えっ、ー、と、似てるは似てるんですけども。はい、まあ、いろんな業務を体験していただこうかなというところです。はい、はい、で、まあ、その中でもね、すね、えっ、ー、と、まあ、消防ならではのですね、えー、まあ。 礼儀であったりとか、まあ、挨拶とか、そう,かそういうところもきっちり、はい、あの担当として教えていきたいなっていうのがあります。えー、はい。えー、まああの過去2年でもですね、まあ、先生方からこの1週間でですね、あの挨拶の声の大きさが大きくなったとか、<ー>はい、はい、そういうお言葉もいただいておりますので、えー、まあ、今年もそういうところに。 はい、あの私は気合を入れて、ちょっと指導していきたいなとは思ってます。はい、<laughs> ということは、初日はなかなか難しい状況そうですね、最初はどうしても同じ中学生ばかりと固まってしまうんですけども、それではいけないよと、はい、せっかくここで えー、同じ顔であの訓練やるんだからという話も交えながらですね日に日に、まあ、1週間ではあるんですけども、まあ、最終的には皆さんやっぱ仲良くなって変えられることが多いですね。他の中学生の皆さんもで、ねはい、やっぱりそのちょっとテレもあるんでしょうね特に男子などはね,ああね、はい、言われた通りすぐにすることにテレと抵抗がある、ねはいまあ、基本的には皆さんやっぱりあの抵抗があってっていうのがあるんですけども <laughs>、はいはい、やっぱ慣れれば、あのーえー、すぐ。 順応に対応はしてくれてるんで、署員の皆さんがきちっとされてるから、逆にしない方が目立ってしまって、頑張ってくられるかなと思っておりますまずは礼儀作法、そのほかはその他かですと、消防車の実際に乗っている資機材を使用して、救助活動をしてみたりとか、いよいよ本格的なものも、そうですねあとは放水をしてみたりとか。はい でえっとまあ、よくあの小あの中学生の子から人気があるのあ実際に救助服あのレスキュー隊のオレンジの服ですね、はい、それを着て救助訓練をしてみたりとか。うん ロープを渡ったりとか、えーはい、あなんなロープを登ったり降りたりで,できるものなんですかそうですね、あのーまああのー、隊員がしっかりついて安全管理を徹底しておりますので<あ> <laughs>、えー、まず落ちることはないんですけどもわりかしうまいこと皆さんやってくれてましてですねあそうですか、はい、そのほかですと,、えー、とあとは,は車ですね、車、えー、の登場体験を毎年人気がありますね。<ー>はいは このはしご車はですね、えーえと、昨年の12月に新しく更新されたんですけども、今まで50メーター級のはしご車だったんですけど、えー、今回はです、ね、35メーター級のはしご車となっておりまして、はい、ちょっとあの伸びるあれはあの低くなったんです高さは少し低いけれども、角度と,、えー、となんか独特の動きをするんでした実際にこう屈折と言いましてですね、えー、は,しごはしごの先端が。 曲がったりとかで、はい、まあ実際にまああのマンションとかにあの部署するときにですね、うん、あの乗り降りが結構、うん、今までですと直近までは行けなかったのが屈折することで、はいはい、不安感を逆に与えなくなったっていうところは、はい、まあ一つのメリットであるかなとは思います。ええそうなんですね。えー、っと結局月曜日から金曜日までの5日間ということですね。はい、そうですね。はい。 あの中身としてはあのすごいまあ濃い内容で時間に結構追われることがあるんですけども、はい、まあそこも消防の一つの醍醐味でして時間通りにしっかり動かないといけないっていうところも、えー、まあ我々消防、まあ、先輩職員からもあの指導をいただいてますので、はいはい、それを踏まえて中学生にですね、えー、あの時間管理っていうところもしっかり伝えていきたいなと 思っておりますえそうなんですね、はい、あのついこの間まで、まあ、中学1年生だった方々にとってはちょっとハードルが高いかもしれないけれども、はい <laughs> はい、でもその分5日間連続で体験されると一気に伸びていくという,とうそうですね,ですねあのやっぱりあの最,、まあ、最初と あの最後のあの月曜日あの顔つきとですね金曜日の顔つきっていうのはやっぱりあの我々毎日見ててもやっぱ変わってくることがあったりとかあとはやっぱコミュニケーションの能力もちょっと上がってるんかなとはい思いますまあ先生方がですね各中学校の先生方がよく訪問はされるんですけどもそ見学に来られますねその時に結構言ってくださるのがですねこの一週間で本当にあの生徒の顔つきとかあの受け答えが 変わりましたっていうところで、はい、本当にありがとうございましたっていうふうに<ー>はいう、ね、言うてくださってるので、えーはい、まあ 今回もそういう期待に応えれるように <laughs> はいあの担当をしっかりやっていかないといけないなとは思ってます。えー、はいその後がそのままこううまく維持していただけたら嬉しいですね。そう,すねそうですね。なかなかね中学生なんでそれが維持できるか <laughs> まあ我々もそうなんですけどなかなかこう維持をするっていうのは難しいことなんで。えー、難しいこですね。はい、そこをこう熱く。 ちょっと語っていきたいなと思ってないるんですけどね。えー、<laughs> 結局 t. P. O. としてね、はい、お友達同士の中でそれをしてしまうと浮いてしまうけれども。ねはい、大人の中で、はい、そしてまたこういう規律正しい場所では、はい、っていうこと。考えて体験されるっていうのは大きなことだと思います,、ねはいすねはい。まあ、生徒さん自身も、えー、まあ、何がしたいかとか。お、えー、なの、この消防署を受けて、えー。実際に体験してみて、どこを変えたいかっていうのも聞いてみたんですけども、はいえー。どんなことをおっしゃってますか。やっぱり、あの、挨拶とか。 はい、あの、はい、例にせ、節度ですね。はい、そういうところをちょっと見直したいっていうところが。結構多く書かれてたところでもあったんで。そうなんですか。それであれば、しっかり教えて。いこ本当、本当、そうですよね。なおさら、ちょっと思った次第なんです。けどもすね。一段と気合が入る。そうですね。二週間、まあ、空回りだけしないように頑張ます。指導されるのは。前園さん。えっと、私が、まあ、全体を見るんですけども。はい。あの、各、か。 あの担当のところにですね。ええ、まあ、トライアルウィークをあの持ってくださる。まあ、隊員の方々がいはりますので、はいはい、その方をこうあの基本としてカリキュラムを進行していただこうかなと思っております。あの、この予定表を見ますと、はい、先ほどご紹介をいただきました。はい、あのテクノパークでのあそうなんですよ。この訓練に参加されるんですか？はい、いやこれはですね。ええ、あの実際に消防が訓練している。 ところをちょっと生で見ていただこうかな、えー、というところで<あ>まあせっかくの機会ですのでね連れていこうかなというふうに考えてます、えー、ただ、まあ、あのこれは第1週目しかなくてですね, 2>, ですね2週目になるとそれがい、はい、見れなくなってしまうんですね。というところで、まあ、1週目にはない2週目で言えばこの現場想定訓練。 より現場に近い僕らがよくやるのが想定訓練というのを消防隊員の方はよくされてまして実際の現場で起きたことであったりとか他市で起こった事案とかを実際、三度ではどうやっていこうかというところも含めて想定訓練いうのをくすするんでねそれを実際に生徒さんたちにも体験してもらおうかなと。 思います。まあ難しいと思います。<え>自分たちで体調とか、ね、はいあの隊員とか終わり振っていただいてあらあら体調が指示を出して隊員が動くという。えー になればいいなと思ってるんですけど<あー>。<laughs> はい。まあ、例年されてらっしゃ。るそうですね。毎年近いようなことはさせてもらってます。どんな感じですか。いや、結構ね、それもやっぱりあの、皆さん、やっぱ消防に。こう、憧れを持ってくださってるとは思うんですけども。えーはい、はい。それの成果結構皆さん、こう、はきはき、やっぱり。えー、まあ、あのカリキュラム、一番さい、最後の方に持ってきてるところもあるんで。ある程度、やっぱ自信もついて、ていうところで。えー、はい。結構、あの、指揮取る。 生徒さんはしっかり声出して、やってくれてるんで。まあ、あの、僕らを見てて成長を感じる一面ではあるんですけど。あの、私たちもね、本当トライアル生を受け入れてるんですけども。本当に成長、私たちが驚くほど感じさせてもらいますよね。そうですね。初日収録が早いですね。伸び率もすごいですね。ありがとうございます。じゃ、五月の二十日。そうですね。来週の月曜日からになりますね。 あの遠くからそっと一般の方が見学するのはよろしいでしょうか。あもう全然、はい、あの全然来ていただいて。はい、はい。あのなんなら、こう励ましと激励の言葉をしていただいたら。はいえー、生徒さんもっとこうやる気出るかなとは思ったりするんですけど、えー、すはい。ぜひお越しください。はい、ありがとうございました。え今日は三田市消防本部予防課から室谷さん、そして総務課から前園さんをお越しくださって。お話を伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は。 こちらさんだし消防本部をお送りしました。こちらさんだし消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題をご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は6月27日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。